あなたは。お帰りなさい。お待ちしておりましたよ。あなたは誰ですか。私はイリス・アンテュールです。何を言っているのです。イリス・アンテュールは私です。あなたは一体何者ですか。私はあなた。あなたは私です。これは一体。私は一人きり。この方は先ほどの。この聖堂で暴れないでください。光があなたを導くでしょう。もう会えない。私は一人きり。取ってくれるんだい。結界よ。いくらで雇ってくれるんだい。
で決めます。俺もがいくらで雇ってくれるんだい。近づけさせません。あなたが救われることを祈っています。今のはどういうことですか？説明してください。今のは彼女の過酷の写しに、この世界にあふれる過酷のほんのひとかけら。私はその過酷から人々を救いたい。あなたと同じ願いです。私はあなたですから。確かに私は人々が救われるように日々祈っています。ですがあなたは私ではありません。あなたも先ほどの怪物と同様、うつしみということではないのですか？いいえ、私はあなたです。そしてあなたも私なのです。理解できません。いずれわかる時が来るでしょう。あなたと私は同じ願いを持っているのですから。災いの木へ向かいなさい。そこであなたの望みが叶います。消えた災いの木。このまま放っておくわけにはいきませんね。もう一度彼女に会って真実を確かめなければなりません。彼女はあの怪物との関係は一体。今考えても答えは出ませんね。罠かもしれませんが、災いの木へ向かいましょう。
今度はさっきと違う。俺は何も守れない。戦うしかないのですね。光があなたを導くでしょう。許してくれ、許してくれ。まだ剣に捧ぐ。いくらで雇ってくれるんだい。もらった分は働くよ。お前倒す。割に合わねえな。あなたが救われることを祈っています。許してくれ、許してくれ。今のも誰かの写しみということなのでしょうね。どこかに辛い思いをしている人がいるということでしょう。誰もが幸せに過ごせる世界、そのために私は何ができるのでしょう。私がお答えしましょう。あなたは。私はあなたのことを救いたい、それだけです。また誘っているということですか。見えた場所は王家の霊廟でしたね。私の偽物が誰かを苦しめているのかもしれない。放ってはおけません。